おはようございます朝起きるとすぐに着替えますよねこちらはすごく寒いので朝一番はこういうモコモコの山用品のズボンを履きますそれで私が心がけていることは50代後半になってから 朝一番の体が硬い時でも立ったまま靴下が履けるようにいつまでも痛いという気持ちでおります一本足で立ったまま靴下がいくつの年になるまで履けるかそれをよく考えます こうやってずっと立ったままいられるかどうか朝は体が硬いので腰掛けたりしないでどのぐらい離せるか離せるかというのは床から足を離していられるかっていうのを意識して少し夜ストレッチをしたり していますついでに言いますとこの写真ですがこれはわかるかなこのぐらいの方があれダメだな難しい。 これは35歳の時かなあのフランス人のカメラマンさんが女流カメラマンさんが撮ってくださったカルチエのための世界広告の写真なんですけれどもヘアメイクは さんでした私はその頃彼はあの豊田さんっていうんですけども IKKO っていうニックネームの,その芸名っていうんですか IKKO っていうなる前の豊田一という字に「幸せ」と書いて豊田一行さんっていう時代だったんですね。であのよく豊田さんが何かの時に 「私がデビューをしたのは」って IKKO さんがデビューをしたのはミリさんのおかげですって言ってくださるんですけれども一番最初に家庭画法の表紙に一光さんお願いしたのが私だったんですね。ってその頃本当に無名でそれであのただ表紙の撮影の時っていうのはミリさんヘアメイクは どなたがよろしいですか?」って編集長さんが聞いてくださるので私はあの本当にその当時無名だったけれどもものすごく丁寧で上手な方がいらっしゃるんですが無名な方ですけれどもいかがでしょうかって言ったら家庭画報の編集長さんが「あよろしいんじゃないんですか?」って言ってくださってそこから彼はすごく羽ばたいていったんですね。これはあのカルチエの アクセサリーをしていますけれどももちろん全部合わせるとこのイヤリングまで合わせると数千万の金額になると思うんですがこれをお借りして撮影してた時屋形船の船のへさきにピンヒールで立たなければいけなかったんですね。で私少しごくもんですから 耳からこのイヤリングがポロッとあの落っこちる瞬間が分かったんです。それでハッと思って足でパッとそのイヤリングを叩いたら船の中に落ちたんですね。でも岸壁で見ていた全員が変な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 って座ったっていう本当にびっくりしました。 そんな思い出のある写真と立って靴下を履くという話でしたそれから私はお家の中では絶対にスリッパを履いていますもう今までお買い物した中で一番スリッパをたくさん買ってきたんじゃないかっていうくらいその都度違う靴下を 靴下じゃないスリッパを履くんですが若い頃から絶対に夏でも365日裸足でもスリッパ室内履きを家で履いていますのでかかとがバリバリしておりません。で時々裸足でお家の中を歩いたりしている方もいらっしゃいますが多分やはり。 かかとがとても乾燥して皮がむけてしまったりそういうことがあるんじゃないかなって思います。この椅子の足に裸足でいるとこの椅子の足のここのところに指を挟んで怪我をしたりすることがありますからそういう意味でもお家の中では絶対に 室内履履ききをいてきました足が寒がりということもあったかもしれませんが足の健康を守るためにもいつも違うスリッパですけど季節に応じていろんなスリッパを履いています。